潜水艦、ホランドの概略図。ホランド級潜水艦は、アメリカ合衆国の発明家、ジョン・フィリップ・ホランドが開発に携わった、あるいは彼の名にちなんだ一元の潜水艦、潜水艇の通称である。最初に実用化された潜水艦、ホランドは、彼の会社であるホランドトーピード・ボート・カンパニーで製造されたが、同社はその後、エレクトリック・ボート・カンパニーに合併され、 ホランド級も同社で製造されるようになった。それにもかかわらず、ホランドのブランド力は効果的であったので、同社の製造する潜水艦は、ホランド級潜水艦と呼ばれ続けた。エレクトリック・ボート・カンパニー製のホランド級潜水艦は、アメリカ合衆国のほかイギリス、オランダ、カナダ、大日本帝国、ロシア帝国で建造された。ホランド級潜水艦の登場は、 世界中で注目され、ホランドの名は潜水艦の代名詞のように世界へ広まった。しかし、ホランドはエレクトリックボートカンパニーの経営方針や潜水艦の進化を理解しない海軍に厳滅して1904年に、同社を離れ、同社の製造する潜水艦に自分の名を使用することを禁じた。しかし、実際には本人の禁止にもかかわらず、ホランドの名は、 潜水艦に使用され続けた。とりわけ、ロシア帝国では、エレクトリック・ボート・カンパニーのことも、ホランド社と呼んでいたほどであり、帝国の滅亡まで、ゴーランド級と称する潜水艦を製造し続けた。アメリカ合衆国でも、ホランド自身が設計した、潜水艦を元に開発した602設計を、ホランド602型と称して、エレクトリック・ボート・カンパニーが各国へ販売した。 結局、ホランドの名が潜水艦に関されなくなるのは彼の名が集客力を失う第一次世界大戦後のことであった。科学雑誌サイエンティフィック・アメリカンに掲載されたホランドの写真。19世紀末、ジョン・フィリップ・ホランドはホランドアイから始まる一連のホランド級潜水艦を設計した。1897年に浸水したホランド6は 最初の実用急潜水艦、アセス・ホランドとして1900年にアメリカ海軍へ引き渡された。これがホランド急潜水艦として人気を博すシリーズの始まりである。ホランドは各国海軍から引き手数多となり、ほとんど同じ設計を持つ艦が世界中に輸出された。原型となったホランドは1910年までアメリカ海軍で使用され、退役した。 ローノ赤色海軍で運用された 602GEF、設計潜水艦、コムニースト。ジョン・フィリップ・ホランドが、エレクトリック・ボート・カンパニーを離れた後に建造された、ホランド級潜水艦が、ホランド19型とホランド602、級潜水艦である。ホランド602級潜水艦はカナダで寄港、各国に輸出され、輸出先の現地でも建造された。大半は、 第一次世界大戦の需要を当て込んで製造した輸出用の艦であったが、アメリカ海軍とカナダ海軍も一部を取得している。ホランド一の模型。海軍大国イギリスにとって最初の実用潜水艦もまた、ホランド級であった。イギリスでは、その後、アメリカ製の潜水艦の改良系を製造することで、経験を積み、自前の潜水艦を整備するようになった。 1> 第1次世界大戦中には、再びアメリカ製のホランド急潜水艦を発注した。その一部は同盟諸国に供給した。ホランド6 0に急潜水艦はイタリア海軍にも導入された。H1 から H8 まで8隻が建造された。主に第1次世界大戦と第二次世界大戦で実戦使用された。U-5。 オーストリア・ハンガリー帝国海軍が発注した潜水艦 U-5.62 はいずれもホランド級とは称さないがジョン・フィリップ・ホランドの設計に基づいているのでホランド級に数えられている第一次世界大戦に投入されたゲオルク・フォントラップ艦長の指揮下で大きな戦果を上げた U-5 は3隻の U-5 級潜水艦のネームシップである総じて オーストリア・ハンガリー帝国のホランド急潜水艦は、戦場で目覚ましい戦果を挙げたが、敗戦により、生き残った艦も1920年に解体された。O1、オランダ海軍で最初のホランド急潜水艦 O1 は、世界でも最も早い時期に発注されたホランド急潜水艦の一つであった。収益当初は、水雷艇に分類された。一方、 第一次世界大戦中に発注した K8 級は、ホランド級と称さないが、ジョン・フィリップ・ホランドの設計に基づいているので、ホランド級に数えられている。第一次世界大戦には間に合わず、第二次世界大戦に投入されたが3隻とも失われた。第一潜水艇。第日本帝国海軍にとって初めての潜水艦がホランド級であった。小型であったので、 当初は潜水艦ではなく潜水艇に分類された。第一型潜水艦はアメリカ合衆国で製作されたものを分解して日本に輸送しノックダウン方式で組み立てられた。次の第六型潜水艦は製造権を購入して建造され初の国産潜水艦となった。導入のきっかけは日露戦争中の旅順口封鎖作戦における戦艦発生。 ヤシマの食来による喪失で、戦力回復の方策の一つとして、当時の最新兵器である潜水艦が着目されたもの。整備が急がれたが、戦争には間に合わなかった。第一次世界大戦後まで、主に練習艦として運用が継続された。B-2、B-3、B-4。ノルウェー海軍が発注した潜水艦は、ホランド級とは称さないが、 ホランド602級潜水艦の派生型であり、ホランド級に数えられている。第一次世界大戦には間に合わず、建造は1930年まで続けられた。第二次世界大戦に投入されたが、B-1 以外の全艦が失われた。アメリカ合衆国で建造が進められる、ゴーラント -7R 設計潜水艦、フルトン。公式に、 ホランド級と称する潜水艦を最も多く保有したのはロシア帝国海軍であった。ロシア帝国では1906年まで潜水艦という類別は存在せず潜水水雷艇と呼ばれた当時の潜水艦はいわゆる紅葉水雷艇や水雷艇駆逐艦と共に水雷艇に分類されていた。初期のホランド級潜水艦もまた水雷艇に分類されていた。その後、 ロシア帝国では国内企業がホランド社の代理を務めて設計案を提示する方式が多く取られた。第一次世界大戦中に発注された2種類のホランド級潜水艦がロシア帝国にとって最後のホランド級潜水艦となった。これらは2月革命によって成立した臨時政府10月革命によって主権を握ったボリシェビキ政府に継承されたが 工事の進捗度合いの低かった艦隊潜水艦は建造中止となった。一方、ゴーラント -620EF 設計潜水艦は遅ればせながら建造が続けられ、完成した艦はロシア内戦と第二次世界大戦で戦場を経験した。これらは老能赤色海軍国会艦隊の復興期にあって、その中核となった。ありがとうございます。